京都へおいでやす。どうもミスター京都アッキーです。今日は晩ご飯を食べに来ました。京都の南区、久世をちょっと下がったところ、上鳥羽にある食堂なんですけども、超老舗っぽいところで昔からずっと気になってた三平園というところ、そちらで今からご飯を食べていきたいと思います。詳しい詳細はまた説明欄に食べログ貼らせていただきますので、そこからご覧いただきたいと思います。それでは早速行ってくるぜ。ゴーゴーゴートリプルゴー、レッツゴー。はい、こちらなんですけど、三平園、いろんな料理があるんですよ。中華風居酒屋って書いてあるんですけども、いろんな定食がある。行ってみます。これは居酒屋メニューかな。むちゃくちゃいいお店です。定食の種類もね、たくさんあるし、中華料理とか、あと居酒屋使いもできそうないい感じの食堂です。今日は筋トレ後なんで、あっさりとお刺身定食700円注文させていただきました。楽しいです。すごいすごい、これで700円。ご飯700円ですよ。作り三種盛り、いただきます。いただきます。この味噌汁、うまいっす。まさにサムネイル。おいしいんだ、またうまいこれ。マグロ。いただきます。
床も綺麗やわこれ。海鮮丼。見てこれ、脂が乗ってるから。ごちそうさまでした。三平園っていうんですけど、ちょっとびっくりですね。あの定食で700円ですよ。んでいろんな定食があって、どれ選ぶか迷います。別に中華料理とかもあるんで、ラーメンも500円、全て食べたいですね。あの昼と夜営業時間分かれてますんで、またあの詳細は説明欄からお願いしたいと思います。ここで名言、俺の前には素敵な店が現れる。はい、ごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。うまかった。最後までご視聴いただきほんまお気に入りです。京都や大阪に旅行へ来られる時の参考にしていただければ幸いです。これからもミスター京都うまいもん TV お頼申します。